ああ、はい。じゃあそろそろやりますよ。エントリーしてください。今ちょっと長州さんがエントリー催促しに行っております。さあ今年最初のランバト、結構ね、新年なんですけど結構参加していただいてますね。現在エントリーが19人ですかね。さあどういう形式でやろうかな。じゃあ20、
って。
3回100円お願いします。てか弟って猪俣弟そうっすよ。なんか久しぶりに見る気がする。久しぶりにやってるっすよ。最近またずっとやってなかったんで、最近またやるの。最近秋葉の変異って。そうなんだ。リハビリ中ぐらい。リハビリ中。何も出ないっすI'm gonna go to the next one.
はい、そろそろ大会始めるんで、みんなフラフラしてください。適当に。一人2キャラの被せ合いなので、まあ先方だけ決めて、あとはノリで出てくださいと。まあ先方はまあ、タメコちゃん対夏希さんでやってもらえば。あとはまあ、被せをできるかどうかってことですね。何？あー、お茶丸なのかお茶る丸なのかでもなく、もう落ちる丸でいい。どんどん名前が変わっていきますね。さあ、明けました、おめでとうございました。さあ、今日は何人見てるのか。来場者数62人、結構見てますね。みんな暇なのかな。クーペが終わったからそのまま流れてきたのかもしれないですね。つっても、まあ、クーペが1000人以上余裕で見てるんで、桁が2つ違います。クーペって前夜祭だからね。まだ前夜祭であの人数はかなりすごいですよね。X の大会は結構てか、みんなまだ野試合やりまくって誰もこっち来てないですけど、ここでやってた2人しか出てないですね。今日女性陣が2人います、珍しく。はい、開始しますよ皆さん。はい、1人は式の奥さんのためこちゃんと、もう1人は名古屋から帰省してきたという夏希さんだという方ですね。チューブではゲーセンに行ったことないらしいですシャトルには行ったことないと言ってました。一度行って歓迎されてみてください。シャトルのおっさんどもに揉まれてるぞ。せっかく名古屋にいるんでね。あ、そうなの？え、どこでやってる？伊藤とはやってんの？伊藤とは知り合いなんだ。伊藤とも一つ。なるほど。伊藤といえばもうスト2千人ですからね。さあ、てかもう5位に始めちゃいますか。そうっすね。まあ、あの、あと皆さん、せありなんで参加費お願いします。参加費お願いします。もういつまで野試合やってんだよお前らっていう。半分ぐらいがまだ未払い。半分みんな未払いだし、半分ぐらいもうこっち見向きもしてないですからね。まあまあ、リーダー俺とグッチが決めたんですけど、グッチも向こう行っちゃいましたからね。さあ、あ、もう10時になっちゃいましたね。やりましょう、始めちゃいましょうか。 1P2P も別に決めてないんで、じゃあ先方2人ちょっとじゃんけんして 1P2P だけ決めてもらえますか。はい、はい、始めてください。先方 1P がタメコバイソン。バイソンなの？ 2P 側が夏希さんですね。東大戦にキャラ持ちのいつものルールですね。ニュートンルールと言います。夏希さんは竜なんですね。かぶせ合い、2キャラのかぶせ合いですね。チームを決める時間がなかったっていうみんなだって何もしてんだわしょうがないですよ、決められないっていうね。決める時間がなかった。さあ、小高が珍しく来てるんでね。獣が来てます。獣と式がいます。なんでこいつらがどういう動きを見せてくれるのかってとこですね。さあ、タメコがタンパを貯めてないんですけど、クレイジーを打てる。さあ、この色が旦那と一緒っていうね。ゴールデンですよ、ゴールデン。さあ、ヘッドをちゃんと出せる。そして夏希さんも
さあ真空がそろそろ溜まりそう。溜まった。さあこれを当てることが、おっと、さあさあこつ、さあ掴んでクレイジーを放してからの、おっと真空が当たり。さあ勝ったのは夏木龍。じゃあ次誰か、グッチチーム誰か言ってください。サブキャラ、スギさんはこっちのチーム、同じチームなんで、おちゃる丸チームは誰か、その辺にいる。おちゃる丸は自らが出ていく。てかグッチどこ行ったんだよ。グッチ、はいはい、じゃあ今日エキシビジョンなしなんで、あの皆さんどんどん先に出ていきましょう。下手したら100円払ったのに試合できないと。下手したら試合できず終わる可能性もあるんでね。参加費100円払って試合できないとやばいっすよね。どんどん出てください。さあおちゃる丸くんが、おっと皆さんゾロゾロやってきた。お金を払ってないのかな。おうねくんが払ってる、偉い。さあキャラ株セーブ自由なんで、2回同じでもいいですよ。もうめんどくさいんで。さあホーク使いの猪俣弟を待ってます。レアキャラです。最近復活したらしいです。リハビリ中です。弟はラーメン屋やらないんですかね。もう兄貴のラーメン屋すでに全1レベルになってますけど。おっ、おちゃる丸のザンニが容赦なくファイナルアトミックを決めていく。さあ勝ったのはおちゃる丸ザンニで、さあ 2P 誰が出ていくか。キャラなんでもいいよ。さあおっと船が行くのか。おちゃる丸じゃない、船逆か。さあ、スギさん、ガイルで行っていいよ。うん、ガイルで仕事をしてくれ、たまには。スギさんね、ガイルで勝ってるとこ見たことないからね、俺。一度も勝ったことないような気がするんだけど。あの、垂直ジャンプソバットをして死んでいくイメージしかないんですけど。ためゾール出るときはたまに勝つんですけどね。皆さん100円払ってください。さあ水さん、ガイルで残時にいじめられている。おっ、サマが出た。しかしこの体力取り返せるのか。取り返せない。さあ水ガイルは書いてるよ。コテ君はスピー側。若手にそんなことを言うのひどいよね。ひどいおっさんですよ。100円、100円だよ。さあ次死ねる。サマーが出ない。怪しいな。なんか垂直ジャンプソワットやりそうだったな今。次ガイルお得意の対空で垂直ジャンプソバットをするようになるとサマー失敗で出しますからね。おっと勝ちそう。次ガイル勝つのか。確かに。お、これはさすがに勝ちそう。さあお茶、あーっとやば。おっとなぜかお茶丸いいダブラリが当たったのにファイナルアトミックをために行く。さあ、おー、スリーガエルが勝った。さあ誰が出るか。あれ、もうすでに次には俺が出ると。
まあ、S バイソン仲間で結構仲がいいんですよね、うねくんとすじくんは。さあ、うねもなんとかためぞうに、ためなんとか、タンパためなんとかを名乗ってください。S バイソンを使うからには。おい！おお。確かにサンダー、そう、スリーガエルがサンダーを決めて、サンダー出たよとかって言われてましたからね、今。さあ、スリーガエル練習あるのか。怪しい様、怪しい様、また打ちそう。おっと、スイッチジャンプ。さあ、これは死にそう。おお、ダブル様からの、おっと、飛び越した。しかし今の大パンだったんで投げ回りの外でしたかね。中パンだったら投げれたと思うんですけど。さあ、うねバイソン、うねバイソンに対してスリーガエルいい動き。おっと、スピー差し返し。サーバー、さあ、一ノット。おー、スーリガエル連勝。さあ、誰が出るか。誰でもいいけど。おっと、早くもここで猪俣弟がリハビリのフォーク、容赦なくフォークを使っていく。これがいきなりポイントゲッターですかね、この位置で出てくる。これはスギガエル厳しい相手。おっと、しかしなんかいい動きをしてますね。ガエルっぽい動きをしてますが、あーと余計なソバットをして死んでしまった。これは死ぬでしょう。これも死んでしまう。高かったように見えるがめくりになってるんですね。あれはサモア出してもダメなのかな。さあ、歩きトマホ、おっと、あーっと、歩き台風を決めて、さすがに、さすがに。さあ、これで早め早めの弟対策として誰が出るのか。さあ、誰でもいいよ、誰でもいいけど。誰も行かない。さあ、破天荒さんが同じキャラでもいいんで、別に竜でもいいよ。 S キャラを使っていく。2P 側は 1P 側にセオとシキが、シキがいるんで 2P 側がちょっと不利なんですね。なんでそこの部分を取り返すためには早め早めの、おー、タチコパからダブルは出る。フォーク使い、さすがにね、また弟この位置で出てくるのはやばい。さあ、誰がこれを止めるのかっていう。破天荒さんが頑張ってくれるのか。あーっと、うかつなことをした。さあ、トマホ失敗だが、あーっと、フライダブル、めっちゃ回してたんですかね。さあ、2P 側やばい。さあ、俺がザンギで出る。俺のザンギでもいや、最近クソだからな。さあ、2P 側まだ言ってないのが、友田、長州、中島、コテコタカ、バイパー。
友田長州中島小高バイパー、おっと中島が仕事をしに来た。これはホンダで被せてくれるのか、それともブランカ、キャラ間違い。あ、じゃあ殺してください。殺していいよ。キャラ間違い、ガイルにしたかったのかホンダにしたかったのか分かんないだねこれね、間に合う。で被せていくのか、ガイルで腕輪を見せていくのか。さあ、歩く台風の練習。あ、ブランカステージがなくなってしまった。さあ、ホンダで被せていく、これは丁寧な仕事。初見。さあ、ニュートンの配信を初めて見ていただいた方がいるという珍しいですね。あ、クーペからの流れですかね。どうなんだろう。しかしそんなこと言ってる間に猪俣弟がしっかりはめていく。かぶせたのにはめ殺されるのか。やばい、これはやばい。さあ、どすこいが出ない。めくりになってたんですかね、今ためが消えてたっぽいですね。やばいぞこれは。どすこいが100巻相打ちだが、これはフォーク OK です。おっと、鬼無双1ドットというか一発。さあ、相打ちだがこれはフォークは、あっと、ホンダが美味しかった。さあ、なかなか厳しい勝負でしたが、中島がなんとかものにした。このリードは美味しいのか。あとは余計なことをして、あーやばいぞ、出るしっかり。おっと、やばい、何が。おー、どすこい、しっかり出ますね。ためキャラ使いだけのことはありますね。リバサが、リバサだったか今。ホンダね、リバサ出ないと死ぬんですよね。さすがにこれは、あー、いい仕事をしました。まあ、次はワンピー側が誰か竜をかぶせに行くのかな。え、ニーアかぶせていいよ。ニーアいっとるよ。ニーアちなみにまだ100円払ってねえから。まるで帰ってたのに無理やり徴収してましょう。さあ、クレジット入れてください。すいません。さあ、ニーアが何でかぶせていくのか。ガイル、ガイル剣じゃねえの。ニーアがガイルをかぶせていく。ダルシムステージということで、誰かダルシムを使ってほしい。さあ、スト2はジャンプでは何は抜けられないゆえに、ジャンプで2フレから4フレかかるんで、何は01フレなんで逃げられません。何無敵とかついてないんでね、ジャンプのモーションとかに。コパに限らず、なんか何からでも基本的に何確定ですね、基本的に。上では台風に限らず通常何でも確定ですね、何場合に入ってると。さあ、ニーアーがホンダ対策でガイルを出したのにやられてしまう。X の投げは強いですよ。もう知らないっていうか、投げ返しでタイミングよくボタンを押さないとそれで死にますからね、キャラによっては。さあ、中島がいい。さあ、ガイルを殺し方を知っていた。ニーヤはホンダの殺し方を知らなかった。さあ、役に立たなかったニーヤ。次はまだ一人目が出てないのはグッチ、セオ、四季千本。さあ、誰か千本くん、ホンダ相手にかぶせられるキャラを持っているのか。いない。いなければグッチ、セオ、四季あたりから無理やり引っ張ってきてくれてもいいよ。と言ったら、セオ、千本くんが自ら出ていった。ベガー、これは厳しいんじゃないですかね。わざわざこんな
ダンニーも一緒ですよ。スクリューから確定しますよ。確定ってか、リマサ昇竜とか出さないと、無敵技を出さないと確定ですね、ダンニーは。なんで、スクリューかダイヤ足の2択っていうのは、まあ、あんまりダイヤ足2択なんないですけど、昇竜拳とかを出そうとしたところにダイヤ足が、まあ、コマンド入力中に入ってくれたらいいなみたいなダイヤ足ですね。まあ、同じキャラありなんで、別にかぶせでフォーク、グッズフォークじゃなくてもいい。グッズブランカ、ブランカ、ブランカダメだな。しかしこれはセンブロンが勝ちそう。おお、勝ちそうだったが、やばいやばい、すげえ減ってんだよ、ね、体力5分になってしまった。めっちゃリードしてたのに、さすがにあのキャラ。はい、センブロン君100円エントリー代払ってもらっていいですか。さあ誰、グッチがかぶせで出るのかと思いきや出てない。タッカーも100円もらってないのかな。はい、税込み100円。コタがサブチャラで出てもいいよ。メイン2回でもいいけど、グッチ仕事をしに行っていいよ。今日はね、強いキャラ強い人結構いるんで、早めに竜出してもいいと思う。ナイトメアを残しておき、見てないところで払ってもカウントされないんでね。もう100円払ってもいいよ。背負だけ、みんなまだ払ってるのかよ。本当かよ。さあグッチはさすがにこれは勝たないとまずいでしょう。でもね、グッチね、ホンダによくやられてるんですよね。多分ね、アメビンとか相手だと上で負け越してるんですよね。さあグッチが勝って拍手をもらっている。それだけ怪しい男です。さあ飛ばれて死んだか。これピョールじゃないの、やっぱり。あのコパン食らっちゃうとピョールよね。さあグッチが仕事をできるのか。合ってたカウント。おっと、じゃあニアとセオだね。セオは多分シキと対戦やってて夢中でまだ来てないですよね。セオとシキが来てないってことは、あいつら2人が対戦してるっぽいですね。瀬尾っていうか、シキのバイソンと対戦になるやつが関東結構少ないんでね。さあさすがにこれはグッチ勝ちそうでしょう。あっと、リバーサしっかり出た。さあグッチがかぶせで仕事をして、 2P 側誰が出るか。残ってるのがコテ、コタカ、バイパー、友田、長州。これ俺かな。誰かダルシム出たってもいいよ。コモダ、長州、コテコタカ、バイパー。ダルシム使いねえな、俺だな。おっと、ザンギではなく剣で来ましたね。さあ新年一発目のダンバトで、わ、膝さあ体力リードは長州剣。さあゼロドットから、わあ、レッパ出ますよ。レッパが出る長州さんはかなり
レッパーは出るけど昇竜は出ない。さあ、昇竜よけ失敗。さあ、大足の差し返しが鋭い。さあ、グッチさんピンチ中段かかと、まさかの。はい、ワンピー側、次はどなたかな。まだ1回も出てないのは瀬尾さんと四季さんですね。あの、まあ別にもう1回出てる人でもいいですけど。お、瀬尾さん行きましたね。さあ、ベガ、さあ、ベガはあ、ホバー、俺ガードシール。さあ、動きがいいこのベガー。さあ、3段3、ああ立ちをキックからのニープレス。さあ、ショーキック投げ、膝掴んで、もう一回掴んで、波動波動波動、中段振りからの中段投げ、最後投げて、さあ、長州さんなんか動きが怪しいけど、なんか勝ってしまう。あー、3段、さあ、めくりミス、投げて画面足、さあ、受け身を取らないスタイル。さあ、掴んで、波動波動から、さあ、削り圏内ですが、あー、受け身取らない、あー、さあ、なんでしょう、受け身を取らないスタイル。なんかアホみたいな割り方をしてしまいました。ナルシムステージ早いんだよ。さあ、2P 側誰か、トモザ、コテコタか、バイパー、好きなら出ていいよ。もうトモザが出てんだ、バイソンで早いっすね。さあ、トモザは自分がベガ使いなので、ヨガ戦の弱点は知っている。トモダバイソンはこのミタラルールだとだいたいキーポイントになりますね。うまい。さあ、トモダキャラ的にもベガとバイソンは似てるんで、ベガより強いまであります。おー、いいヘリ。さあ、埋まっているが、セオもしっかり暴れている。クレイジー2発からの、あー、リエール、今のよくなりましたね、セオくんのリバーサル投げが。さあ、残りはシキですが、シキいる、なんでもいいよ、なんでもいいよ、バイソン2回でもいいよ、2キャラ持ち、同キャラ OK なんで。さあ、何を出すか、式バイソンで分からしてもいいし、ダルシムはどうした、ダルシム、こうたダルシム、バルログバルログ式バルログ、まあ式何でも使えるっちゃ使えるんでね、どうなんだろう。さあ、バイソンでチューブに戦うためにバルログ対策でちょっと練習とかしたことあると思うはずなんで、それなりには使えるんでしょうが、トモザがうまい、うまいですね。さあ、しかしテラーでしっかり出る。さあ、ヒョウバル、おっと、トイレ
しかし体力は、さあこれは決めがなくなったがどう、体力的には悪読みはちょっとリードだが、さあちょっと今のはスライディング間に合わないのかな、どうなんだろう。あのヘッドスカル、スカルんだ。この組み合わせはグランドを見て爪かなんかで止めるとかいう話を聞いたことがありますが、止まるの見てから、さあ地上で技を適当に振ってるだけだが強い、技の出すタイミングですね、やっぱり式は強いですね、やっぱり。さあ 2P 側が残るが、コテコタかバイパー、コテコタかバイパー、誰かコテコタかバイパー出ていいよ。コタカが行く、コタカ何 DJ ガイルでもいいよ、 DJ コタカ DJ、 まあガイルとほぼ一緒なんでね、それは使えるでしょうっていう、いやコマンド全部一緒だ。さあコタカいい色ですが寄り添う。さあこの組み合わせは DJ 有利説が最近有力なんですが、さあ死んだか、さあ伊藤カラーですが、今日来ている名古屋夏樹さんは伊藤と対戦をしているというプレイヤーだそうですね、同じゲーセンにいる。さあ上りジャンプ大ピック、さあ見てから中足っぽいですね今の。さあこの辺が小高の、おっと、さあテラーテラーはやらない式、手堅い、投げる、さあこれは死にそう、ゼロドット投げる、いやーダルシムステージだとああいうの強いですね。さあ2周目、2周目、さあ小高 DJ ね、これ2周目結構めんどくさいですよね、消しておかないとかぶせられる人がいるのか、これダルシム使える人、グッチダルシム。さあ誰が出た、お茶、落ちる丸、さあ落ちる丸というのは針が書いてました。さあしかし落ちる丸いい動きをしている、しかし拾われる、ここまではバルログが、おっとこれは、おお、うまいぞ、落ちる丸、落ちるのか、まあ、落ちる丸くん、いや最近うまくなってるんですよね、かなり何を使ってもホンダとかもこの間のこの時もかなりいい動きしましたよね、確か。しかしなんか行ったり来て2人とも技が使ってますね空中で。さあ痛い大キック、あたり暴れている。助かったかな。お釣りが入んない。さあ空中相打ちが丸動って、しかしな、さあ早いガイルのタイミングで飛んでるのか小高。おっと垂直じゃ、あ投げる、打ち身がないからの投げ、打ち身が、一手が取れた、これはコタカラッキー。もっとおちゃる丸くんが仕事をした。さあ一周目コテかバイパーかどっちか、まあ一周目やっぱり1キャラメイン、メインというか1キャラメインと言ってください。さあ固定は何でもいいよ、同じキャラでもいいし、いやまだ払ってねえのかよ、いやが100円払わない男。さあ小手くんがサガットを使っていく、厳しい組み合わせだが、
さあ、いいですね、これ。小手くんが、若さあふれるアッパカット。アッパカしか当ててないが勝った。さあ、アッパカ。さあ、アッパカだけで勝てるのか、これ。さあ、アッパカ出ない。アッパカ。脇腹。さあ、アッパカ。なんだ、この組み合わせ。さあ、お茶丸くんが何をしているのか。ひたすらバルセロナをアッパカで落とすゲームになってますが、そういうゲームなのか、これ。さあ、からのアッパカが、アッパカがスカル。アッパカーさあ、ダメージほとんどアッパカー。なんでそんなアッパカーを食らうのか。虫取り出っ張りしてればスカルじゃないの、あれって。アッパカー別に大勝利、剣の大勝利と違って。さあ、ここで行くのが若手対決、ウネ。おい、ダルシムステージを消す。強引に消してきましたね。いい仕事しますね、ウネ君。もっと早く消してほしかったよね、こっちだけ。中島がキャラ間違えた時に消すべきやったね。さあ、DJ ステージ、これはもう DJ 使う人はいなさそうなので、このステージ固定でしょう。さあ、後ろでダンスしてるやつが気になるというクレームを昔聞いたことはありますが、何でもイチャモンつける人いますからね。さあ、ウネ君が変な色を使ってますね。ウネ君は白いガエルだった気がしますが、バタヤンツノピカラーになってます。さあ、おっと、今のは強りそうな勢いがありましたが、コンボが難しい。さあ、体力はいい勝負だが、おっと、アッパカーではなく外野手体育を選択。今のアッパカーだとガエルがカラジャンプするとスカっちゃうんですかね。さあ、ワイパーフォーク、ここまで残ってちょうど美味しいガエルが来てしまう。竜でもいいよ、フォークでもいいけど2回使えるんで。さあ、ワイパー、リュウガエルは結構好きなんですけど、どっちかっていうとガエルガエルが好きなんですかね。リュウガエルはワイパーフォーク、メインのフォークでいく。しかしウネ君もメインなんでね、頑張ってほしいところ。サマーしっかりしている。まあ普通あれは出すのね。さあ、死ねる。おっと、いいコパン、いい選択ですね今のは。さすがにこれがダブルサマーもガードできないんで盤石ですかね。さあ、バイパー得意のガイル相手にウネ君が寄りそうですよ。さあ、耐えた。さあ、中足と、さあ、悪いことを してしまった。あ、しかしこれは追っ払う。さあ、これはどう、あーっと、運がいい。さあ、ダブルサマー出さなかったんです。偉いっすね、ウネ君、大人になりました。さあ、今度は出す。おお、しっかり出してはいけないところでは出さずに、出していいところで出す。素晴らしいですね、ウネ君。昔は 100% ダブルを出す男だったんですけど。さあ、スーピー側も一周しました。誰か行きたい人、2周目。さあ、スニー君、タンタンタンパタメゾー行ってもいいし、おっと、夏希さんが行く。さあ、若手対決になるのか。さあ、メインキャラは竜なんですね。さあ、ウネ君がめくっていく。当たる、めくりが当たる。ああ、言える、容赦ない男。ダウン戻って、さあ、リトビできている。おっと、投げ返し。
まあ、勝利点は出ない。勝利点は難しいか。おっと、勝利点の練習をしたのか。さあ、運営が画面端でいじめている。さあ、松木さんが2回アウトで次誰がいるか。さあ、誰が行く。誰でもいいですよ。あれ、ま、リベンジいいよ。リベンジ OK。 さあ、コテが先ほど出たばかりなのにリベンジしに行く。タイガーとかって言ってもいいよ。さあ、タイガーと言わない。さあ、プライドがある男。さあ、アパが出ない。さあ、コテはガエル戦はかなりやったのでガエルに丸太のは悔しいんでしょう。しかし、ウネがいい動きをしてますね。悪さをしないですね。いらんことをしなくなりましたね。面白みがないですね。したらしたで文句言うんですけど、しなかったらしなかったで文句言う。さあ、アッパーか。得意の対空ジェラサイドが見れられるのか。しっかり対応して勝っていく。ウネガイル、ね、ルールは東西戦にキャラ持ちでかぶせ合い。さあ、今1キャラ目がもう全員出ちゃいましたね。同キャラ OK ですが、割とみんな1キャラに別々のキャラを使ってる感じですかね。さあ、アパか。うまいですね。ウネ、ウネだね。固定。さあ、アパか出ない。アパか出ないと。さあ、相打ち、オッケーはサガット側か。さあ、追っ払って。追っ払っても、おーっと、死んだか。おっと、え、今のバスタードロップが入るはずですが、ちょっと難しいのかな。そんなに難しくなかったと思うんですけど、確か垂直できるんだよね。返り討ちにあってしまった。うねだね。固定最大を取りに行ったら着地に最大を取りに行ったら目のサイドの着地にジャンプ攻撃を取りに行った。まあ、イレッパで着地に合うんだったら簡単ですよね。スト5のレッパ系のスパック EX のガードした後に最大を取るみたいな感じですかね。破天荒さんが昇竜拳がしっかり出る。さあ、画面端しっかり。おっと、おいしい。しゃがんじゃうとあんな風にちょっと回り出ちゃうんで、ガイル側としては立ってガードして中盤なりニーバズーカーなりで落としたいところですね。さあ、破天荒さんがソニックをガードしている。竜巻、おっと、なんかスカッしゃがんで避けちゃうとあんな感じになっちゃうんですよね。さあ、サニトビしっかり中足波動も。さあ、投げる、いい投げだったが、さあ、めくりが届く、当たらず。破天荒が仕事をした。さあ、ウネ君が2キャラ目が死んでしまったので、残るはニアグッチ、瀬尾、弟、式千本、タメコ。タメコさんがまだ残ってますが、おっと、タメコちゃんがタメコを使っていく。引きアッパーを出してください。引きアッパー引きアッパー丸だ。まあ、ファニトビしかし遠い。さあ、ヘッド。さあ、先ほどからダメージソースが主にヘッドですね。MB みたいな。
桜井空中ヒットになっているジャンプをしていた、まあ、ヘッド失敗でジャンプが入ったのかな。おっとダメージソースは全部ヘッドだった。さあタメコさんも死んでしまい、さあ誰が出るか。残るはニーアーグッチ瀬尾弟式千本。誰かグッチ選んできていいよ。おっと弟が来る。さあメインキャラのフォークを2回使っていく。まあ他のキャラはやってないですかね。兄貴はベガとかも使ってましたが、弟は N コパハメがちょっとまだ怪しいですかね。コパコパ N コパとかだと結構出てるんですけど、 N コパ一発からの精度がちょっと低いですね。まだリハビリ途中とかですね。さあ死んだか。おっと今のはヒット確認してトマホークを出したかった。トマホークのコンドルダイブの区別怪しくなりますよね正直。名前が似てんだよね。トマホークもコンドルみたいなもんだよ。ホークとコンドル鳥つながり。セオは分かると言ってました。両方法っていうよ。さあ死んだっぽいですね。さあ弟最後は小足ダブルがいつものパターンですかね。さあ破天荒も2から目が死んでしまい、 2P 側誰が行くか。友座、杉、長州、中島、小高、バイバー。さあ杉がため蔵で行くのか。ため杉ね、コマン S キャラコマンドも結構怪しい男ですね。さあ死んだ、終わりですね。さらば試すぎ。おっとヘッド割れだ。試すぎ、溜めたまま死んでいくのか。さあ溜めたまま死んでいった。まあまだ溜める、溜め解放するチャンスはあるんでね。ちょっと溜めはリセットされてしまいますが、さあ溜めているはず。さあラッシュアップは出せないはず。さあ死んでしまった、溜めたまま死んでしまう。あーあとなぜかガードしたのに。さあ溜め解放しろ。解放した、投げた、嬉しそう。溜めすぎめっちゃ嬉しそう。あこれは死にっぽいぞ。試すぎ、おっとヘッド。さあ弟の試精度がまだ低い。さあヘッドいいぞ試すぎ。しかし余計なことをした。死んだっぽいですね。さあ試すぎが死亡で、誰が行きますかね。友田、長州、中島、小高、バイパー。中島より俺だね。あ、長州さんが行きましたね。まあ、ガイルよりは俺の剣だっていうことで行きましたが、さあ昇竜はスカル、もう一回昇竜、竜巻ダヤシビオル。さあ3段出ます、出ますね。あ、相打ち。ゲージを貯める。
レッパー対空レッパー、すさまじい反応。あっ危ない。コパンコパン、ザ・昇竜が出る。対空出ます。さあ 1P 次は、ニアさん100円です。ニアさん、ニアさんください、ください。あれ、行かない。剣は、剣は違うと。さあ、千本さんが行った。さあ、剣、剣相手にベガー。これはこれどっち有利ですか。五分ぐらい、まあいい勝負。でも今日は長州さんかなりいい反応をしている。あ、昇竜レッパー、ガードさせてレッパー。これはまあ投げとの2択ということですかね。あ、くぐってって掴んで中足波動、波動。あ、距離を取る。さあ、と後ろ飛んで投げる。さあ、確定の昇竜削りではなく、あくまで読み合っていく。ここで掴んでもう一回はめる。さあ、逆に投げ返して投げて受け身なし。さあ、さっき、ああ飛びが入ってしまう。いや、さっきはなんかあのダルシムステージだから早いんだよっていう言い訳してたんですけど、今は DJ ステージ。さあ、セオチュンリー、セオチュンリー、ちょっと早めの登場。さあ、長州さんのダヤシ差し返される。投げ、お、さあクラゲ2連発が厳しい。うわー、垂直様反応が早い。昇竜、昇竜引っかからない。さあ、飛び三段入って4割減った。さあ、波動踏んでしまう。さあ、長州さん大幅リード。さあ、何をする。飛ぶ、投げる。さあ、あのジャンプショーパン掴みに行ったか。さあ、弾の打ち合いですね。あー、た抜けていく。さあ、チュンリーの中足速すぎる。中足が強い。さあ、飽きませんでした。最近、塩強いんだよね。
一時は牽制いまいちだったんですけど。さあ中島が仕事しに行く。仕事なのか、自信があるのか、これ出ていくってことは。つってもまあ友座、中島、小高、バイパー、バイパーが行った方がいいんじゃないのかなと思うんだけど。さあ二代目先生、さあニーヤーが一番嫌いなプレイヤーと同じ扱いされてますが、中島ガイルが出ていっただけの動きをする。さあ100列歩き100列。さあガイルがナイスガード。体力はガイルだが、チュンリーはもうちょっとで投げで死ぬ体力になりますね、これ。そろそろあと2回ぐらい削ると。おお、しかしガイルが取っていく。さあうまい、いいですね、水山のとがめていく。ここまでは完全ガイルペース。しかしチュンリーが戦列をチャージして飛んでいく。今のは体力リードされてるので、さああるよ、ナイツヒット、投げたい。おお、投げたいって思ったところをしっかり。さあ瀬尾が死んで誰が行く。グッチ、ニーヤー、シキ。グッチニーヤー、シキ。まあグッチかシキかどっちか、グッチかシキやね、グッチかニーヤーかどっちかじゃない。ニーヤーが行く。グッチガイル、グッチリュウだねえの、リュウで行かないの、ホンダ先出すの。ダルシムなんか使ってどうすんだよ、お前。次やられるだけやねん。こんなにたらあり、俺だって2回使ったじゃん、見てないの。さあニーヤーが珍しくメインキャラを使っているような気がする。しかしなんだかんだでニーヤーね、調子がいい時は強いんでね。さあ話し大いちょができない男、もうおじいちゃんですねこれ。さあダブルサマーを待ってしまったのか、削られる体力でしたが。さあダブルサマー出されても死ぬし。さあサマー、ここまでは中島大絶好調。おっと、ニーヤー仕事できず、残るはグッチか四季か。うん、いや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 、ブランカ使って、まあブランカ結構ありだな。でもトモザ、コタカ、バイパーだからブランカ全然ありだな。さあさあグッチが A4 カラーを使っていく。来週らしいですね、小物道があります。そしてグッチは金子の練習相手でして、結構ガイル戦やってます、ブランカガイル。さあ噛んでいく。さあしかしここまでは中島調子がいいですね今日。おー、スタイチェ、レディオソニックのデリュアに真実がありました。死んだか。さあ、今のチューチューローリングまで入りそうでしたね。ここまではグッドペース、うまいっすね。さあ、死んでしまう。おっと、グッチがなんかすげえうまい動きをするんだけど。おっと、これはさすがにグランドシェールで終わってしまいそう。貫通した。さあ誰が出る。バイパー、コタカ、トモザ、ブランカ。これトモザバイソン使っていってもいいよ、別に同じキャラでもいいけどね。ベガ使いたければ使ってもいいけど。さあ残るが式なんで、どうなんだ、まあ、バイパーは式に結構いけそうなんで、まあ、トモザ、ベガ
なんかどっちと戦いたいかっていうような目がで。ないんで。まあ、小高という手もありますね。あと、コモザがいった。まあ、コモザもバイソン戦うまいんで、引き戦をちょっと見たかったんですけれども、まあ、グダグダするのが嫌だったのかね、とっとと自分で出てきましたね。さすがにでもサブキャラのブランカには勝つんじゃないかな。さあ、ベガ、人によってはブランカが一番きついとまで言ってる人もいるぐらい。そしてグッチうまいっすね。うまいね、グッチブランカ。金子と練習相手をして、金子はうまくならずに、グッチがうまくなったまでありますね、これ。さあ、うまい。今のよくガードしたな、あれ。正ガードしてると、めくられる可能性があるんですが。さあ、グッチが完璧。グッチ上手かったんだけど。さあ、小高、ワイパー。どっちでもいいよ。小高、ワイパーが行く。ワイパー、ブランカも、バイソンも嫌いなんで。でも、バイソン、ガイルでもいいけど、まあ、ホークでしょう。サブキャラにはさすがに勝つんじゃないの。バイサイバイ、バイパーバイソン。さあ、グッチブランカ、なんかいい動きをしますね。さあ、竜より強いまではある。あっと、死んだか。さあ、ブランカ相手にはああいう N コッパ台風とかやってもあんまり意味がないというか、ほぼバックステで逃げられるので、クーペはね、ゲーセンでやれません。ニュートンではやれません。クーペの参加人数はニュートンに入らない。絶対入らない。満員電車並みに詰めれば入るかもしれないけど。クーペ1000人くらい出るよね。クーペ400人だ。さあ、グッチがわけのわかんない電撃暴れ。まあ、でも電撃ブランカの通常技の中ではかなり速い方。タチチューパン、キンクルタチチューの次ぐらい速いんじゃないのかな。なんか4フレぐらいですよね、確か。さあ、歩き台風失敗だが悪くない。さあ、グッチがグランドシェーブで削れる体力だが、さあ、しっかりグッチブランカ強えな。ブランカ強キャラ説がある。さあ、死んだか。おっと、投げ返す。ブランカは投げ回りが広い。うまい。さあ、グッチなんか竜よりブランカの方が強いような気がするんだけど。さあ、台風をバックステで逃げる。バックステで逃げるが、おっ、死んだか。おお、さすがバイパー、しっかり顔面端はバックステに逃げられないんでね。さあ、残るはシキです、シキです、シキです。連れてきて。シキ、これ負けたら負けなんで、おとなしくバイソン使ってください。しかし、シッキバイソン、結構バイパーホークには大会だったけど、大体負けてるんですけどね。一回ホーって食らって死んでるイメージが。さあ、死んだか。あっと、運がいい。結構突っ込んでいって死ぬんですよね。
さあ自分で飛んどいて立てとか言っていきますが、さあコパンが早いさあ相打ち OK の中パンですか。これ結構困る、困っバイパーホーク困ってるっぽい何これ新しいな、使えんのあれ。おっと、クライナレ、クライナレとかうまいんだよね。さあ、さり飛びをしていく。さあ、またキューパーモードに入った。これ強えな、なんかマジこれ強くね、これマジこれ、なんか新しいような気がするんだけど、これさすがだな、なにこの開発力。そして、獣。さあ、これは豪華なカードですね。まさか、しかも小高なんかしないけど、50円入れました。いいよ、クレジットクレジットボタン。T って書いてない方。T じゃない方。さあ、まあ、小高。50円入れた上で飲まれてるっていうね、持ってますね、小高。さあ、獣道。獣道。新たなる獣道。さあ、小高、この関東最強の資格を。ちなみに小高、バイソン戦はカスだそうです自分でカスだと言ってます。まあ、その MB にボコボコされてたんでね、まあそれはカスって言いたくもなりますが、しかしここまでは小高いい動き。まあ当然っちゃ当然なんですけどね、まあ、小高の方が飛距離はるかにやってるんで。しかしこのクレイジーをしのげるか。なあった、ああ、あそこでアルキクレイジーとかが普通にやってくるんでね、シキア。さあ見てから、さあ死ぬか。おっと、ソニックが台だったら当たったような気もするが、さあここまでは獣ペース。獣いい動き。さあ短波もしっかりとがめて、これはクレイジーを食らっても OK。 OK だが食らいたくない。あーっと、これは投げ返した。よく投げ返したね、バイソンゴガイルが。あのコパンにやつからはほぼバイソンの場合なんですが、たまたま。さあ獣が勝って、勝ったのはツーピー側ですね。おめでとうございます。さあやっぱコタカ強いですね。お、徳島の技ですか、あの中盤連打。まあ、徳島にもホークいますからね。お疲れ様です。ちょうど11位ですね。そろそろ帰る人は帰るかもしれない。じゃあさあ夏木さんのお土産のチョコレートがあるんで、食べたい人は食べてください。はい、じゃあ、写真撮るんで 2P チーム
映りたい方、映りたい方集まってください。
Hey!